バルター・コンツはドイツの画家。コンツの絵画、嵐の前シュトゥットガルトに画家、グスタフ・コンツの息子として生まれる。1890年からシュトゥットガルト美術アカデミーでヤコブグ・グリューネン・バルト。1891年から1898年までカールスルーン・アカデミーでエルンスト・シュルス、カスパー・リッター、グスタフ・シェーン・レーバーとレオポルト・フォン・カルクロイトの各紙に指示。 また、ビルヘルム・クラウス・コップのエッチングの授業も受講し、1898年に、クラウス・コップが病に倒れた時には、暫定的に、クラウス・コップのクラスの授業を受け持った。1902年から、カールス・ルーへの美術アカデミーのエッチングの教授及び、ディレクターとなり、カールス・ルーへ修立マジョリカ製作所と共同制作を行うようになった。1918年からは、 絵画の講座も受け持つようになったが、1933年に引退し、1935年からボーデン湖畔に移った。息子のベルンハルトコンツは音楽家となり、ビーレフェルト歌劇場の音楽監督などを務めた。ウーバー人間にて没。ありがとうございます。